武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学の入試について話していきたいと思います。大分大学の医学部医学科は別の動画となりますので、そちらをご覧になってください。で、大分大学、改革がありまして、まず2016年に、教育福祉科学部、こちらが改組されて、教育学部になって、あと福祉健康科学部が、新設されました。で、2017年にはですね、経済学部、こちらがですね、社会イノベーション学科、こちらが追加されました。そして、工学部が理工学部に、変わって、再編されたという形になっています。そんな大分大学、ですが、センターで必要な点数ですね、こちらはだいたい5割後半から6割前半、の学部が多く、なっております。ただちょっと看護は、若干高めで、6割後半から7割程度、が目標となってきます。で、福祉健康科学部の、社会福祉ですねの実践、こちらに関しては、若干偏差値低めで、50前半程度、前期の場合ですね、となっております。そんな大分大学ですが、それぞれの科目の勉強、ですね、英語、数学、物理、科学、国語、小論文、それぞれ自分の、みたいな科目を選択してください。